本編番外編、T1 スタイルガイクワールドオブタンクス。今回は、イギリスのティア9ヘビータンク、コンカラーで出撃。でも、コンカラーをお見せしたくて動画にしたわけじゃないんですよね。このマップ、パリが導入されてから早数ヶ月。実はスタイルさんの動画で、かつ、スタイルさんの運用で、パリが動画になったのは、初めてのことだと思います。全くここに当たらなかったってのもあるんだけど、ここに振られる時に限って私、自走砲や、駆逐戦車ばかりでね、言うほど、活躍できなかったんですよね。それがどうでしょう、ついにヘビータンクで振られることとなり、歓喜の反面、かなり不慣れで、そわそわしたのを覚えています。相方の Q ちゃんもほとんどパリに振られたことがなかったそうでして、二人でそわそわ探り探りで戦いましたね。そんな、パリにはあまり来たことがなかった、二人の運用を、控えめ実況でご覧くださいませ。ここの瓦礫を使うかな。なるほど、こんな感じで車線が通ってたんだな。それにしても、ずいぶん甘い出方をしてくるなぁ。当たらんのかい。あれ？なんかこう、すごいチャンス逃してるなぁ。やっと当たったわ。あれ？もしかしてスパパに当たってて、弾かれてたのか？そんなわけないか、不慣れさのせいにしとこ。あれ？こっちの方が、戦いやすかったのか？攻め込みますか。なんとなく、ここから先は、自走砲が落とせるんだった気がする。南の主戦場にはほとんど落とせない自走砲ですが、引き込むと車線が通るので、後半まで粘っておきたい感じだった気がするしな。
猫。ほら、やっぱり怖いわ。えらくオスオスした試合で、えらく見応えのない、そんな試合でした。申し訳ない。今回は従戦者でちゃんとパリに来たのが初めてだったので、その、思い出を残したかったと言いましょうか。皆様に見ていただきたい試合ではなく、自分の思い出の1ページ的な、そんな試合でございました。ある意味、本来の、動画投稿当初のスタイルさんがやってきたと言いましょうか。完全に自己満足的な、そんな動画投稿でした。きっと何ヶ月、何年か経過して自分が見返したら、微笑ましく思えるんだろうな。なんちゃってね。ではでは。